はい、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿5丁目の兄貴、金田ロッキーです。さあ、今日はねマスク姿でお送りしております。なんか書いてあるこのマスク。はい、あのね、女装アイドル、新食感アイドル、純子ちゃんのね、あのドッグインザパラレルワールドオーケストラいう VK バンドがあるんですけど、そこのあのギタリストのジュンジュンがね企画もんで、女性アイドル、女装アイドル純子いうのをね、やっててね、あの YouTube チャンネルやってるんですけれども、もう心配性でね、もう占ってくださいって来るんですけれども、あの占い会ね、あの以前占ったの動画上がってるんで見てください。はい、これはあの純ちゃんのね、あのキャラクターの、これなんか売ってるらしいですよ。あの純ちゃんの事務所のサイトかなんか、あの見てくださいね。あの純子しか勝たん、なんて書いてある、これ。ピエン新食感アイドルラブ、ハッシュタグピエン、ダダダダダ天使、マスクの下は笑顔です、純子しか勝たん。はい、純ちゃん買ってください。はい、ということでねこのしょうもないマスク欲しい方は、はい、純ちゃんのホームページか、なんか事務所のホームページかなんかね、あの行ってください。はい、買ってください。いくらか知りませんけれどもね、純ちゃんにもらいました。はい、あのね、純ちゃんじゃないんですよ。あのカトパンさんが結婚なさったということでね、おめでとうございます。お相手はあの一般男性の方ということでね、なんかあの女子アナがね、あの一般男性と結婚したとか言って安心しますよね。大体スポーツ選手なんで、もうね、プロ野球選手の方も大体もうそのね、プロ野球選手になってちょっとガーン行ったら女子アナかみたいな、もうそこは狙ってるんでしょうね。ほんであと女子アナの方も、とりあえず女子アナになった以上はもうプロのそこそこの選手捕まえるで、それはもう狙ってるでしょうね。カトパンさんなんか噂では大谷選手狙ってたのがいてね、なんか書かれてましたけど、ほんまか嘘か知りませんけれども、はい、大谷選手じゃなくて安心しました。でね、あのカトパンの占い、カトパンのあのモノマネのお姉ちゃんいるじゃないですか、持田コシヒカリちゃんか持田さんにちょっとあの連絡して、あの持田さんにカトパンさんのモノマネしてもらって、そのカトパンさん幸せになるのか、占わせてくれと一応メール送っときましたんで、あの一緒にコラボできたらいいんですけど、前あの八代優ちゃんに芦田愛菜ちゃんのモノマネさせて、八代優ちゃんじゃなくて、芦田愛菜ちゃんを占うようにやったんですけどね、芦田愛菜ちゃん本人に聞くことできないんで、当たってるかどうかわかんないですけど、僕一応まあ遠隔でこれ、あのカトパンさんのことを占って、今回僕の動画、僕のチャンネルに上げて、後ほどほんまにね、またあのカトパンさんのモノマネしていただいた持田さん占って、同じのが出たらね、それもう合ってるんじゃないですかってことで、私はとりあえず当てますからね。ヘビ脱走事件、マッチの、事務所対象事件、あとあの門倉さんも当たったんかな、もう結局見つかったから、なんかちょっとあの結果なあなあに、ネットではなんか見つかったっぽいこと書いてましたけどね、結局なんかこれやったんかなみたいな、僕はちょっと何回やったってこれのことが出るんで、これそうなんかなみたいな感じで占い結果出てたんですけれども、はい、そんな感じでね、私当てますよということで、芸能人のねこの結婚占ってもなんかあんまりええの出ないですよね。もうそれ以上にもう幸せどうのこうの以上に鬱陶しいんかな、つきまとわれて、だからこれ一般男性誰やって、なんかちょっと悪いことしたらね、誰々の旦那、まあ、例えば一般男性やったとしてもこんなことしてるおいで書かれますからね。だからまあカトパンさんの旦那になる以上、ある意味ね、貧困旺盛じゃないといけないと思うんですけど、まあまあその辺のことも含めて、ちょっととりあえず何が出るか、はい、カトパンさんの結婚どうなるのか、はい、幸せになれるのかどうなのか、占わせていただきたいと思います。はい、ということでね、さまざまなロッキーグッズも販売中でございます。はい、まずまあカトパンさんの全体音として出しますけれども、彼女一番気にしていること出ますので、はい、
全て出揃いました。解説していきます。カトパンさんの全体音として出したんですけれども、近い過去、今、未来、人によっては今起こっていることが凝縮して出るし、人によっては長いスパンで出たりします。だいたい数ヶ月前から今から数ヶ月先ぐらいのことなんですけれどもね、だいぶ前のことから出る人もいますけれども、これが過去なんですけども、ちょっとどん底感あった、イライラする、バランス取れない、復活した、モチベーション上がる、一般男性と一回ちょっと離れたりとかあったんかな、別れたりとかあったんかな、それかカトパンさんが誰か他の人おってんけれども、別れたかもしれへんし、で、別れて新しい恋をしようという気持ちが復活したっていうふうにも取れるし、ちょっとそこは後で見てみますね。ほんで、この後ちょっと我慢出るんですけれども、これはだから、カトパンさんと、旦那さん、二人一緒に馬車引っ張ってガンガン行っていいっていうような意味になります。で、これがね、ちょっと腐れんきれる甘え断ち切らなが、なんやろな、もっと頑張らな、人気なくなるでってことなんかな、家庭とその両立するにあたって、仕事と両立するにあたって頑張らなあかんってことなのか、ある意味甘え断ち切らなあかん、いらんものちょっと拭い去って、気持ち新たにね、いろんな部分頑張っていかなあかんっていうふうにも取れますし、これ出てて、で、なんでね、なんかもうその腐れ縁切れるとかって意味でもあるんで、悪いもん切れる、例えば薬に依存してるものが切れる、薬に依存してる、不倫してた、ホストハマってる、借金がある、そういうのから切れる、あるいは腐れ縁っていうのはもう付き合ったり別れたり付き合ったり別れたり、そんなんから切れる、で、もしその旦那とそういうことが何回かあって復活しているんであれば、また切れるんじゃなくて、甘え断ち切って、もうそのね、別れないように頑張らなあかんってことですからね、そういういろんな甘え、結婚した以上ね、やっぱりそんなすぐ別れたらあかんと思いますので、いろんな部分、自分のわがままな部分断ち切らなあかん部分もあると思うし、ある意味結婚したことに関してはいいです。だからこれ復活したんかな、どうなんかな、なんか一つ終わってその人と始まったのか、一回この人と別れ、一回か二回別れてまた始まったのか、結婚に関してはいいんで、頑張らなあかん、いろんな部分甘え断ち切って、家と、仕事両立せなあかん、そんな感じやな。ちょっとこれ復活があったのか、一回別れたのかどうなのか、そんな関係やったのかどうなのか、いますね。カトパンさんの恋愛、過去から今見してください。カトパンさんとその彼氏というか旦那さんと一回別れて付き合ってそんなんがあったんですかって聞いたんですよ。だからこれ一応旦那さんのことが出てると思うんですけれども、外に羽ばたけるわ、この人と出会ってよかったわ、でやっぱりお別れしてるが出てるか、一回やっぱ別れたりとかあったんかな。これね、恋人のカードと同じような意味にもなるんですよ。カトパンさんと旦那さん、白い方がカトパンさんやと思ったら、茶色い馬は旦那さん、2匹の馬が馬車一緒に引っ張ってガンガン行きます、前に一緒になって進んでいきますよ、やけれども逆で出たら離れるみたいな意味、ほんでそのおかげでどん底、過去そんなカードが出てるんですよ。よかったんですけれども別れてどん底、ただここでまたこれね、果物たわわになって、これお金になるとか、やったことに対しての見返りとか、あるいは充実するとかって意味になるんで、今は充実してるんでしょうね、また復活。ほんでここのすぐやっぱり復活出てるから、やっぱりそうなんやろな。でこの先希望、2人で希望を見えてきて前に進めるやから、結局進める系のカード2枚出てるし、一回やっぱり別れてくっついたはあったんちゃうかな。両立できるように頑張ればいいと思いますし、別にね、今の世の中、ちょっと仕事セーブしてでもね、そこまでカトパンさんが旦那食わさなあかんとか、そんなことはないと思いますんで、
まあ2人をこうね力合わせたらお金十分あると思います。これそういう意味でもあるんですよね。あの2人お金果物たわわになって、まあ、収穫があるお金大丈夫っていうような意味でもあるんで、まあ2人合わせたら十分。今の時代ねそんな困る人はいないと思いますけれども、うん、これそんな感じでございます。2人合わせたらまあ十分やみたいな、はい、そんな感じでございます。まあ幸せにねやっていただきたいと思いますけれども、まあまたこれななんか追い回されんのかな。旦那さんも一般人や言うててもな、もうカトパンさんと有名人で結婚したらもうな、良くも悪くももうそれは標的にされるわな。もうこんなことでも見つけ出して、ね、書いたら書いなんかもう見つけ出したまたすぐもうねバー記事にされて、それに対して和やくちゃなことまああっちからかこっちからかでもこんなになってまうんでね、いつもねまあ大変ですわね。はい、そんな感じで、さやからもそのまあ小室さんもそうやけど家族のことで、まあ小室さんはまだな特別やわな、あえて有名人というか皇室のね眞子さまやからな、それはもうまたもうそんな普通のちょっとアイドルと結婚するのとはな意味がちゃうからな、うん、はい、そんな感じで、まあカトパンさん、うん、これは結婚はそんな悪くないと思います。おそらくなんか別れてくっついたらそんなあったとは思うんですけれども、はい、お幸せになっていただきたいと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。はい、皆様にもね、猫様たちのうちの守護病様たちのパワーが届きますように。はい、こうまた不思議な話、まあこの俺猫こうてからねいつも言ってるんですけれども、運試しはまた協定行ったら、まず小さいストラップこうたらなんかくじ運めっちゃようになって、こっちの猫が来てから協定運試しは思って行ったらなんかバババババ連勝して2ヶ月間で13勝2敗とかやったんですよね。で光くんの協定行く話が来て、この猫持って行ったらまあ主役が244も当ててくれたと、うん、でまあ何やかんそんな流れで俺ここ店出すことができて、そのね招き猫屋さんに「あ僕新宿で店出しまして、おめでとうございます」って、この猫ね何万円するのかわからない送ってきてくださいまして、はい、この真ん中のが、豪徳寺、東京にあるお寺の世田谷区にあるお寺の、招き猫、この子黄色いの、赤いの、これ京都のね京銀座通り招き猫屋さんの猫なんですけど、まあ、なんかこれ右のポケット胸ポケット入れて黄色をズボンのポケットに入れて買うた人が3億当たった、うん、それだから店の人から俺億当たったいう話は聞いたことない。うちの親父が2回ロト62回50万当てて、普通の宝くじ組違い10万を2回当てた、親父が俺の周りで実際知ってる人の中で宝くじ当たったから最高やってんけれども、まあまた劇やけれども、そこの招き猫屋さんから聞いた話が最高やな。ああ3億当たった。ほんでね、俺の友達で40歳で手相で A 線も出とってんけど、30後半ぐらいの時に手相を見た時に、まあ、まさかこいつ結婚せえへんやろな思っとって、まあ40ぐらいでええことあるんちゃうか、もう一軒店持てるんちゃうかって話しとって、ほんで俺の口車に乗せられてこの大きい招き猫買うたんすよ。ほんならやっぱりパワー倍増するのかな、この招き猫持つと。あれよあれよという間にね、結婚妊娠出産しようったもんな。ほんで俺の友達でまあね、ちょっとエッチなね、お店やってる方がでかいのコートお店に置いとうけど、まあ繁盛してるもんな。うん、まあうちもおかげさまでまだまだコロナで東京大変なんですけどね、猫様たちどうかどうか店潰れませんように、はい、お客さん招いてください、お金招いてください、よろしくお願いいたします。はい、ということで結婚したい方はね、まあとりあえず当たるかどうか、本当に起こるかどうか分かんないですけどね、はい、手相にね神秘十字線や仏壇みたいなの出てる方はね、はい、こういう手相出てる方は、はい、招き猫こうたらなんかええこと起こるかも分かりません、どっか神社お参りしたらねええこと起こるかも分かりません、はい、やってみてください。はい、そんな感じでございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。